壁。有五号，四号，四号，然后。我才改标题而已。Hello， 我现在鼻子真的怪怪的，一直流鼻涕。好有过敏的感觉，鼻音有点重，不是感冒，单纯鼻子过敏。Hello。哦，终于可以拿了，酷！我没有感冒，我鼻子过敏。嘿，嘿！哎呦，哎呦，哎呦，不错。反抗的蝙蝠，反抗的冬，哦，好酷哦！反抗的居家服，最多哎。今天应该就只能老老实实的睡了。睡啦！怕冷的佛兹，其实如果真的是佛兹的话，应该还蛮怕的。我感冒，我还在吃这边吃冰淇淋，也是蛮猛的。Neither justice， 搞怪盗团为什么还保持着沉默？说什么财产没收，感觉好可怕，可爱。不知道会被怎么样，感觉特别恐怖。胖子只怕热，哪有？胖子真的怕冷又怕热哦。圣地宣言是什么意思？能不能别干这种事啊？誰だ？誰だ？我原来是你的。八七，太我紧张一下。要嘞要嘞，不知道是一个放羊的孩子，但是应该是阿里巴巴了。こんにちは，你好，要我回应啦。重新自我介绍，我是马云，你就是怪盗团的团长吧？没错，很有气势，真老实。预告信收下了吗？你在学校还在上课，竟然这么认真，意外。预告信已经准备好了，你们什么时候会偷呢？偷谁？什么叫做谁？不是只要有预告信就能偷吗？娜娜，必须要有全名才可以。需要这些情报啊，不说就不行吗？不行，是吗？的确，预告信上都写着呢。等等，好吧，那就告诉你。Sakura， 啊什么？乌塔吧，记得是这个名字。
要是拒绝，我就将你的名字公布于世，举报你，那就拜托了。对象回聊，再见吧。是谁？干！又登出了。话说回来，佐仓这名字好像在哪听到过。我们老板不就叫佐仓总治郎吗？总之，先去跟大家报告一下。马云来了，真的。是冰淇淋啊，巧克力口味的。やらないと通報って、マジやばいだろ。さくら、ふたば？さくらって確かマスターの名字。哇，然后除了两个女生以外，大家都忘了吗？マスターにご家族。没看过。どうなってんの？おおらかすぎんだろ。怪我喽。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの？居候なんだろ？他当初把我当问题儿童哎，可恶。まあ事情が事情だからな。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方が自然よ。アリババが。どこのさくらふたばか言わなかったことも理由の一つ。あんじゃアリババ好笑。名前だけで十分だと思っているんじゃない？そういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めたかはわからない。我知道、我知道、他都在窃听。ただチャットで命じてくるというのは。からかわれている気がしないでもないわ。来没到了。ってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。哈根大师。我是哈根大之。でも理由も阿妙一样。最喜欢吃的。試されてるのか。とにかく桜二葉に関しては。マスターに一度聞いてみるべきだと思う。それがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も心当たりがあるかもしれない。私は念のため、不要每天都在说我自助性好不好？可恶！慎重に頼むさ。マスターに正体を悟られないようにな。走到瞬间变成晚上了，可恶！どうした？哎，你不要先打个招呼吗？你就直接问啊，佐仓少年是谁？介绍佐仓少年给我认识吧，会不会太突然了、啊？太突然了吧？お前、哈里发发，靠背哦，可恶的中指。戳到点了。帰る。难道是你的女儿？こりゃビンゴだな。こりゃビンボだな。我昨天还冰博，不是冰狗吗？对了，太郎，你从那里打听到什么吗？就是佐仓双月的事情。好像不愿意说，难道有难言之隐？天中君讲话真是不客气，我也是这么觉得，好可怕哦！阿里巴巴或许是打扰梅吉多唯一的希望，虽然很需要情报，可是勉强去问也只是反效果吧。老板和太郎都帮了我们不少忙，我不希望你们的关系因此被破坏，我相当同意。我们还是等老板愿意主动告诉我们吧。吃了巧克力冰淇淋，然后再喝枸杞茶，好奇怪啊、哦！冰刀石，刀石我三十都不能做，我不是就跟他们讲个话，为什么我什么事情都不能做？告诉我啊，为什么？我不能做任何事情。对，
雷吉多马原之后是佐仓酸叶吗？都是些真实身份不明的家伙，到底是怎么一回事？睡觉。然后女朋友拽起来了。没有啊，茶是一直都那个，我是突然想要吃冰淇淋才去冰箱拿的。哎、欸，你跟踪我、啊。今天第一学期就要结束了，却变成这种让人提不起劲的状况。暑假到了，所以我们亲爱的信要穿泳装了吗？我要享受暑假。说起来，关于那个佐仓双叶啊，既然和老板有关系的话，街坊邻居应该会认识吧？但是在一起吃勾地冰淇淋啊，笨蛋！我的 ，Hello，Hello， No 脏脏 ，No life， 勾地冰淇淋会好吃吗？听起来挺潮的。拜托，要有养眼画面，然后还是比基尼，穿连身我就吐血。后天开始就暑假了，但你们没有忘记吧？星期一有紧急集会哦，我会检查有谁请假、啊，干屁事啊！我们导师是川上，又不是你。今年怪事比以往更多，休假时可不要玩疯了哦！听好了，不要去人多的地方哦，到夜晚就不要去海水浴场。好啦，我们老师也是挺关心我们的，海水浴不错啊，好想跳入冷水里啊！不过离快乐愉快的暑假还有点距离呢，搞不好我们就直接进监牢啦啊！请穿3.4，对，希望是3块布。撒尿了吗？全部混在一起做撒尿了，溜完，扭完。喂，这么直接叫我做，资料资料，干好智障哦，太资料了吧？我也算也，我记得这名字，啊，是我小学的时候初恋老师的名字，搞屁事啊！初恋搞屁事啊！这才是食量很大，我现在发育期胃口正好呢。你一个人都是双人份对吧？食量真好啊！咦，没有吃那么多吗？那么是老板吃的吗？看来有人被饲养着哦。饱经风霜的老人，双眼认识，我不认识。你怎么餐厅会惹人生气吧？啊，看来是我们农民。哎，快递小哥，你知道吗？不知道啊，我经常到佐仓家送货，但是从没见过。不，谢谢。今天是我的主场日，什么？什么？我的主场日？哎呀，啊六，我这里写个六，我这里写个六啊。听过这名字呢？不，那我没听过，要不然就是觉得我食量很大。Hello， 阿姨，佐仓先生是单身吧？他没有小孩吧？主人一个人生活，食材却买的很多啊。卖食材的店看看吧。超市。哦，儿童节，才叔叔庆祝一下，踩不到啊、哦！我踹到键盘了，不好意思，踩不到。原来儿童节是我的主场，我怎么不知道啊？欢迎了谁？王爷，我刚才先生那位啊，不太清楚哎，不好意思啊，欢迎再来。全世界都不知道双叶是谁。看来他很尼特哦，大家都不知道他的存在，比我还尼特，连出去都没出去过。你已经读过那封信了吗？就是你对吧？
就是你跟这家伙透露双叶的事情，对吧？跟我惹这些不必要麻烦。如果你想打听若叶的事，我可没打算告诉你。若叶又是哪位啊？哦，你在说什么呢？哦，靠北，你们在讲话。电台还好吗？没有，我是踹到那个。ということでよろしいでしょうか？是有地方可以打开。哦，监护权，好，好，就是我们董事长的女儿。お宅の家庭状況にお嬢さんの状態、有利なものは何一つありませんよ。火災に出ますか？ 99.9% 我々が勝ち。哦，现在在威胁我们老爹喽。虐待の疑い。親権停止は免れないでしょうね。難道是監禁？そこまでするか。あれのことは知らねえぞ。怎么都不知道。こちらも親権ですから。認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある以上。您看看可谓十号后，有够帅。高三だよ。監禁プレイ。では。後日また連絡します。あんたの聞きたいことは。不可能、我们老爹不是这么变态的人。構いません。有用かどうかはこちらが決めますから。我们老爹只是风流了一点、他不可能玩这种プレイ。今度は美味しいコーヒーを飲みに来ますね。再见。塩まけ、塩。撒盐。我们威廉有很多盐，我没用过。为什么检察官会那么丢的样子？言いたいことでもあるのか？剥夺监护权？お前には関係ねえ。QQ。双叶是您的女儿吗？いい加減にしろ。干你屁事！追い出されたくねえなら。QQ。おとなしく学校だけ行ってろ。去找一下有没有密室，对吧？秘境更新了，大家都看到了。老爹霸无气大吼一声：“该死的骚蹄子！”喂，喂。上がったな。店閉めとけ。哎，这么晚了，都要关店了。我不是在外面走来走去而已吗？怎么就那么晚了？確実だ。ひどい目に遭ってる可能性があるようだが。遭遇了凄惨的事情，我想他只是个尼特，大概跟我一样吧。それからアリババがルブラン関係者という推測濃厚だな。あと認知とか言ってなかった。ご主人の裏側気になるな。しかし追い出すとまで言われちゃ突っ込めない。去他家看看啊，他家不是就在附近而已吗？他妈有精神了吗？干，又要我睡觉，要我睡觉，我什么事情都不能做。嗯，我什么事情都不能做，我要睡了。好 Q， 妈跟我人一样，跟我本人一样，我也是想睡觉。老皮的秘密，什么老爹的秘密，谁都别想知道。你今天学到新的真挚告白，叫什么？マスターが女の人に脅されてた？老板被个女人威胁了。あ、偉そうに虐待だの、裁判にするだの、いろいろわめいてたな。点点点点点点点。我看就是你姐姐哦。いや、なんでも。話を整理すると、双葉はマスターの子供で、しかも虐待されてるってことよね。私よく知らないんだけど、マスターってそういう人なの？或许有可能，不是这样的人。我们要替我们老爹站台。私もそう思いたいんだけど、確証はないんだよね。ビビビビビビ。アリババか？预告信给了，名字也说了，准备应该也已经做好了。为什么不开始？我说过偷走信我就会帮助你们，你们有什么不满？我说过会揭放你的身份，举报你们吧，可以吗？我是认真的。一波。弱みを握られてるからね。我愿
意拿三年的时间换他一辈子的意。靠腰啊！你是说三年起步这件事情吗？靠北啊！そもそも、こいつの言う双葉にパレスあんの？しかも、キーワードないとどうしようもねえし、今言ったこと、そのまま投げてみろよ。告诉我们关键字，关键字那是什么？你打算随便说一些话打马虎眼吗？どうすんのこれ？马云真猴急，真的。会うことができれば、アリババの素性もわかるんだかな。会えないか聞いてみろ。我看你就是双叶吧你。希望见面直接谈，找个地方见面吧。见面看我吗？这很难。我因为某种理由不能出门，我看你是脚断了，因为不能出门才这样联络你们。出られ？等等，原来如此。直接面对要偷走心愿对象，真是难题，也非常困难。等等，我在思考。很遗憾，终止交易吧，不要再调查总统双叶了。这件事，忘记这件事，我也不会举报你们，耽误你们时间，再见。马奇纳塞，这是要终止了吧？没有什么和你们说的，也不会再联络你们了。还没说完呢，你看，一方的にシャットダウン？我怎么觉得他脑筋怪怪的、啊？わけがわからない。举报你，刚听成第一回事，有被吓到。能听成什么？アリババは外に出られない上に、双葉にも合わせられないって。ま、我看就是双叶吧，阿里巴巴，你这个尼特。马云等于尼特，好哦。我这行我们已经没有关系了，反正现在也联络不上对方了。でもメジエドはどうする？取引なしになっちゃったよね。看来也是尼特不出门，真的。举报，哎。メジエドだけどさ、あっちこそいたずらだったんじゃねえの？派手に宣言した割にさっぱり動いてねえし、怪盗団の力にビビったんだよ。怎么可能啊？懂失敗しされるのが怖いからやめたってことか？怎么可能？そうそう、格好悪くて謝れねえんだよきっと。いやけど、もう可能有人。アリババもメジエドも消えたし。发了新闻，然后就とりあえず一件落着ってことでよくね？结果还不来啊？怎么可能？想太多了吧？八七龙师，我看你还是不要再讲话了。そうね。確かに、少しは気を抜いても良さそうね。そういやさ、金城のお宝、聞いて驚け、15万円だ。ああ。すごい、パッと打ち上げできるじゃん。耶、yeah, ，该吃好的了。花火大会的リベンジだ。怪盗団も世界デビューできたんだし、見合ったもの食いに行こうぜ。吃吃吃吃，快吃。どこがいいかな。吃吃吃。なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。看是要去寿司店的。ガリで腹を膨らませてから食べる。それが俺の極意だ。啊？寿司要先用生姜把肚子填饱以后再开吃，傻小。今回はそんなことしなくていいから。っていうかやめてよ。あ、不好意思、是他太穷了。他没有东西吃，所以他要先把用生姜把肚子填饱，再吃寿司。我が輩、寿司なら大歓迎だ。お前もそれでいいだろう。太可怜了吧，幼稚。这样就好。決まりだな。よし、早速明日の夜行こうね。幼稚太穷，真的。唉，艺术家果然不好过。没有，他没钱吃寿司啊。所以他要先填饱，可能再尝个味道这样。基多只是恶作剧吗？仔细想来，没有动静也太奇怪了。像是将怪盗团当作猎物，现在我们有名，真是出了的时候啊。
各位说是很让人在意啊。他们之前很嚣张地说要挑衅我们的说，可是我们也没有对策，只能边小心边享用寿司，没有其他办法。有点奇怪，会这么想，虽然不知道怎么说。也对，右介说的没错，感觉好抱歉，明明是庆功宴的前一天，嗯，再开心点啊，明天在银座吃寿司，在银座哦。请注意礼仪，针对谁我就不说了。大家可以不要在这种时候想起我吗？阿小，艺术家的生活不好过，请体谅一下。嗯，要怎么回应？就查不到他们了。哎，又不让我做事，为什么？不让我欸，我外面有风铃欸，那小那个猪是蚊香吧？那是风雅，干不睡不能干嘛？忙しそうですね、サイさん。いかばかりなんじゃないですか、いろいろと。一边是友情、一边是爱情。カイトが金城をあげてくれたおかげで、こっちのメンツ潰されて。你们太无能、不好意思。あげくの果てに沈黙していたメジエドが、ついに宣戦布告。どこまで引っかき回してくれるのよ。あ、ピースよ。ストレス溜めるのお肌に悪いですよ。你也是在说风凉话了。わざわざ嫌味言いに来たわけ。気分転換に僕の推理。今天可以唱这首吗？不会，我不会唱这首歌。要是你每天晚上只能睡觉，要崩溃了。口頭無形だと思われるかもしれませんが。没，我中文几乎没在唱。あなたが追う事件と回答の行為、重なる部分はありませんか？根拠は？你的根据是。すべての事件に共通する当事者の不可解な心変わりです。それは私も睨んでる。だけど根拠じゃないでしょ？我几乎不听中文歌了。言ったじゃないですか。推理です。正義を歌った回答団で世間を騒がせる。だがそれは隠れ蓑に過ぎない。本当の狙いは精神暴走を使ったテロ行為なんて飛躍しすぎですかね。現時点で否定する材料はないわね。その話警察には言うわけありません。怎么可能说呢。組織としての機動力、実行力を利用してやるぐらいしか彼らに価値はない。手伝ってもらっていた甲斐があったわ。それはどうも。小孩子想像力比较丰富。愛人家の被害者の娘を引き取ったという男から有益な情報は得られたんですか？那个收养了废人化被害人女儿的男人。所以那个男人是在指我们老板，被害者的女儿是在指双叶。那被人化的被害人就是指双叶的妈妈喽。そうですか。では僕は勝利のために何をしましょう。回答だ、徹底的によろしく。勝つためなら手段は問わない。それが私の流儀だから。我们警察官好凶哦。かしこまりました。楽しそうね。何か掴んでるの？いえ何も。それでは僕たちの勝利のために。あ、为了我们胜利、然后就走了。问号。连说句再见都不会吗？よし。よし。あ、长出了银座。
銀座，以高级店铺毗邻而闻名的繁华街区，也是日本地价最高的地区。一直走在流行尖端的街区，这里不仅有百货店，还有各种甜点店。要不要坐下来喝杯茶，以解购物的疲劳呢？银座不是也有？也有各种应酬的酒店吗？有看过《谋神英雄传》吗？应该有吧。是这么高级？哎，龙斯，你可以跟信换一下位置吗？安安，你不要当电灯泡好不好？哎，你可以换个位置吗？太过分了吧，龙斯！亏我把你当好朋友。没有看到标价，看来就是实价了。時価つんだよ。気にすんな。金ならある。听起来我们有的是钱，听起来那就是脏钱，好可怕、哦。那真好粗，太好粗了吧？喂，大トロはまだか？哦，尾鱼大只。那、啊、头发颜色不就告诉你？好亮啊！ところで、マスターの件だけど。本当に虐待するような人なの？またその話？いや、ちょっと気になっちゃって、裁判とまで言われてたら、マスターってどんな人？会不会走不出这间店？你说龙斯吗？还是说，因为我刚刚说我们有的是钱，然后就被警察抓走了？前歴のことで。もし虐待が事実なら、保護者だったはずがとんだ悪人だぞ。不是啦。更正すべきはご主人ってことになる。不是啦。ちょっと待って。そのことなんだけど、実はあの後気になっちゃって、マスターの名前ナビで確かめたんだよね。反応はなかったの？うん。これ以上はよそのうちの問題だし。深入りしない方がいいかも。惊叹号！もしかしてアリババってマスターの元嫁とかだったりして？あ？双葉は浮気相手の隠し子なんだよ。你太会幻想了吧？ないでしょ。妄想しすぎ。真会想哎。くだらない。哇，右键好坏哦！直接说他无聊，超坏。しかしうまいな。生涯初めての体験だ。いやあ、これも怪盗やってるおかげ。安安，你讲太大声了吧？那你为什么可以那么白痴啊？怪盗。そう、怪盗とは味が段違い、美味しいわね。うん、さすがネタが違うね。各種番地。どこもかしこも怪盗ね。実にくだらない。最白痴。龍二、場所考えてよ。終わり。ついうっかり。我可以做八七呀。話振ってごめん。都還很硬。せっかく来たんだし、食べないとね。真人最好，还帮龙斯背锅。哦，一下就到了我们星期天夜间了。新島さん、どうしたの？こんなところで。安安，我们明智遇到我们妹妹。明智くん。明智？明智。安安。君たちはテレビ局で、もしかして新島さんの友達？对，友達。知り合いか？はじめまして。明智って言います。よろしく、北川雄介くん。大家都认识我们幼稚。なぜ俺の名を？それは僕が超能力者だから。明智。というのは嘘で。
駆け出しの探偵なんだ。君はマダラメの門下生だったんだよね。そう、会認人。実はこれから怪盗団の捜査チームに加わることになったんです。メジエドが怪盗団に宣戦布告したのを見ました？看到的。宣戦布告？什么？怎么？难道有新的吗？ついさっきホームページが更新されていたよ。マジで？マジで？英語。英語？跨博。我们老师看不懂英文。QQ。これ？翻译机出现了。なんて書いてあんだよ。随分動揺しているようだけど。因为我们是超级粉丝啊。いや。怪盗団の大ファンなんだよこいつ。バカみたいにミーハーで。靠よ。あんな連中のファンなんてやめた方がいいと思うけどな。あ、最後说干话。なんなんです？さっきから。あ、最後一转。ごめんね。お友達同士のところ。それにしても面白い交友関係だと思って。不好意思、我们有很多人。我看你没朋友。新島健二の妹にマダラメの門下生、それに囚人の生徒、差し詰め怪盗団つながりとでも言おうか。ひょっとして僕なんかよりいい情報知ってるんじゃない？ピース。そうだ。君に聞きたいことがあるんだ。干嘛？今回のメジエドの騒動。もし君が怪盗団の一員だったらどうする？怎么做？興味ない。放着不管。へえ、意外な答えだな。それは少数派の意見だ。他们有本事就找啊。期待外れで悪かったな。俺たちは普通の高校生だぜ。哇，你讲这句话更可以了。むしろ、探偵様のご意見を聞かせてくれよ。怪盗団をプロファイリングした結果、未成年のグループだと僕は考えている。放課後は比較的自由に行動しており、身をくらますアジトが存在する。你又知道了。そして4月頃から活動を開始。手始めが鴨志田であることも鑑みて、怪盗団って君たちと一致するところもあるよね。哎，屁事啦！通報でもしてみるか。你为什么不打自招？感觉啊。君たちを疑ってるなんて。一言も言ってないだろ。你好像不太会跟人家辩论啊，八七。龙师可能是怪盗。え、俺？お前まで？まさかそう来るとはね。僕の予想の斜め上を言ってくれるな。やっぱり君は面白いな。我来卖龙师。その冷静さは僕にはないよ。でも僕の推理も面白かったろ。無理や。僕らが手を組んだら。いいコンビになりそうだ。なんてね。ハハハ。走啦。はあ？いきなり何言ってんだお前。看龙师真的是随随便便被记一下就生气嘞。八七的。今度は君の話を聞かせてよ。君のところには面白い情報も集まりそうだしね。我看你有点假哦。你是不是想单独约我？不好意思，我有女朋友了。その代わり。僕が推理のコツを教えよう。我觉得你一定是要邀我去奇怪的房间啊，太可怕了。悪い話じゃないと思うんだけど。不是他讲话突然变那么轻柔，好像被明智注意到。啪啪。正義。よし。いろいろ参考になったよ。じゃあまたね。我要回家睡觉了，对对。何あれ？まさか、俺たちの正体がバレてるのか？不可能。いや、それはねえだろ。な。さすがにそれは考えすぎだと思うけど、警戒した方がいいかもしれないわ。あ、是因为我有加纳性别，你选男还是女？他，我记得他是不是有三个选项啊？因为我没有选他是男的，可是我不记得我有选他是女的。知道哎，可我说可能是猫吧。実際のところ、アリババに正体がバレたんだし。バレたと言っても、証拠をつかまれたわけじゃないだろう。普通にしていればいい。そ
それよりメジエド、大変なことになってるよ。ああ、何が書いてあるんだよ。読むね。来读一下哦。我々は日本の大衆に失望した。哦，我选车。我选车。可能是车吧。我々は日本を浄化する計画を進めている。X デーは8月21日。好，我们期限到8月21日。これにより日本経済は壊滅的打撃を受けるだろう。メジドズバチ。牵扯到日本谁啊？続けて。だが我々は寛大だ。怪盗団に最後の改心の機会を与える。我々は怪盗団に改心の証として世間に正体を晒すことを求める。不是啊，日本发生什么事干你们梅吉多什么事啊？欸，不是世界企业骇客组织。要求が通らなければ我々は日本を攻撃する。日本の未来を怪盗団の判断に委ねることにする。私たちはメジエド、見えない存在。姿がない姿によって悪は倒される。我觉得你用这种方式在面盖盖叫，我看你也不是什么好东西啦。だってなんかやばそうだな。要するに怪盗団が正体を晒さなければメジエドは日本を攻撃すると言ってるんだ。随分なかまってちゃったな。真的太恶心了。どうするのこれ。アリババともう一度コンタクトを取れたらいいんだけど。阿云连手。手がかりはマスターと双葉か。つうか、あちしエルブラン寄ってかね。最最最爱进出我家。我应该被我气死。阿云跟我说，我可是正正当当的，我绝对是正港的男人。ここに来るまでいろいろ話したけどよ、やっぱ。アリババの力を借りる以外ねえな。我们只能向阿云伸手。どうやって連絡を取るかよね。ジャニー。アリババは勘違いして連絡を絶ったわけだろう。だったら双葉の心を盗めば向こうから接触してくるかもしれないな。キーワードとかさっぱりだぞ。本当。アリババふざけんな。どこにいんだよ。実はすごく近くにいるのかもしれない。え、其实在我们地板的下面了。ねえ、仮に私たちが双葉の心を盗んだとしても、アリババはどうやって改心を確認するつもり？携帯のやり取りで確かめる。阿里巴巴就是双叶啊，因为两个都看不到。阿里巴巴はここに予告状を届けられる。しかも双葉の状況を確認できる。でも事情があって私たちには会えない。会っているところを見られるとまずいということかもしれない。因为骇，其实骇客本来就不会跟人家见面的。被知道真正的他还可以拿去，他可以威胁你们吗？其实有点好笑。もしかして。アリババの正体はマスターの家にいる双葉本人かもしれない。マジで？金探号、金探号。じゃあ自分の心を盗めと頼んでるのか。虐待で傷ついた心を盗んでとか、なかなか言えないかも。到底为什么会觉得他被虐待？我觉得应该不会啊。マスターに会ってみたいんだけど。你是尼特，不想出门。在你屁事。真的不会有问题吗？あなたが追い出されるようなことは聞かないから。好不。俺も賛成だけど、こんな夜遅くに、なんつって会いに行くんだ？寿司より、お土産って。好办法。请他吃寿司。我的海奴大トロ。原来是你的。文句言わないの。みんなで行きましょう。现在先拿一个拿来吃啊。二人で行ったらどういう関係って疑われるから。没关系，我跟信可以大大方方，就是去问。
哦，不好意思，原来是我跟真哦，那就算了，还是大家一起去好了。冰包，嗯，怎么看起来是右界在按门铃啊？哎呦哎，按了这么多次门铃，总该醒了吧？啊，可能深眠，你们怎么按他都听不到。在搞搞，如果双月在家的话，出来一个门也好。如果是被虐待，他是要怎么应门啊？也是很好笑哎、欸，原来是鬼片。没上说，别随随便便就开门啊！哇，难得我们龙师也是有礼貌的小孩。那不仔细一看，里面的门也是微微开着的吧？为什么会这样呢？太不小心了不？哦，大雷。不是啊，正常的话不会进去，而是回卢布朗吧。啊！哦，尸虫民仔啊！那什么尸虫民仔？ごめんください。打扰着。留守じゃないよね。ドア開いてるし、テレビの音を聞こえるし。我开始怕了。ぶっ倒れたりしてねえだろうな。マスター、そこそこ年いってんだろう。应该还不到那个年纪吧。ちょっと心配。見に行った方が良くない？我草民才的理由成立了。为什么是这个音乐啊？哦。谁叫？何？知らねえよ。聞こえた？没听到。一回でよ、ね、帰ろ。哎、欸，太郎，你不是男朋友吗？你应该照顾好你的女朋友吧。何ビビってんだよ。一点都不贴心。ビビってなんかない。ひょっとしてアリババ、双葉か？大步走出去了。ごめん、捕まってていい？不行！欸，女朋友，怎么就这样走了？喂？気配が。誰？誰？誰？拔刀信就好像抓好可恶，男友落掉。我还以为你失禁，还好是脚软，吓死我了！哇，靠腰！啊！太智障了吧？在干嘛啦？哎，等一下，等一下，学姐，学姐，你这样动作不好看，学姐放开！你这样不好看啊！学姐，这动作不好看。本当にハッキングできんだよね。できるなら出てこい。哇，你也太大声了吧！ごめんなさい、ごめんなさい。助けて、お姉ちゃん、助けて。靠背啊，好弱哦。哦，要被发现了。やべ、帰ってきた。哎哎哎哎，学姐放开我！惊叹号。誰だてめえだ。你们是谁？不许动！野宝。いいか、一歩でも動い。安安。ごめんなさい、助けてごめんなさい、お姉ちゃんごめんなさい。八七耶，太弱了吧？お前。なんで勝手にうちに。那你为什么田聪就是一副毫不在意，然后就站着？让人心感的感觉啊！君。あ、こんばんは。お邪魔してます。新島さん。え、付き合ってんの？没有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 。と
最近の高校生って友達に抱きつくんだ。而且还是抱腿问号。違います、これはそのいろいろあって。おい、吓死人了。お前ら、あの寿司寄りのお土産持ってったんですが、チャイム鳴らしても出なくて、鍵開いてて、テレビついてて、マスターが倒れてたら大変だと思って。最後找理由。鍵開いてた。也是叮咚房插龙。Hello Hello。田中君的骨尖被控制住了。我的女朋友是信，我绝对不会动情。はい。たまにやんだよな。俺も年だな。あの、すみません。お聞きしたいことが。あ？俺に？誰かいますよね。还有谁在家吗？然后老板说没有，然后就吓死。ああ、没错，不过是你们看不见的存在。娘が。もしかして桜双葉さん？お前、新島さんにも喋ったわけ？キュキュ。あの、双葉さんにお会いすることはできませんか？我们对他很有意思，很有兴趣。驚かせちゃったのでお詫びがしたくて。いや。それはな。どこかご病気とか。没有，因为他尼特不想看到的。心脏不足一点，少一点。田中君的骨尖就要被新岛哥。No， 不会。なんか変な誤解されても嫌だしな。隠さず話しておくべきだったな。我们田中君很有那个贞操，好不好？ここじゃあいつに聞こえるから店行くぞ。有矜持还不会因为就这样好不好。さてどっから話せばいいもんか。あいつ双葉の母親とは双葉が生まれる前から知り合いでな。这家伙双叶的母亲找到他生下双叶以前我就认识他了。如果是你的老婆，你不会这样讲，所以那就一定不是你的老婆。変わり者だったが妙に馬があってな。頭が切れて目つきが悪くて空気が読めなくて自由奔放で、本当にいいやつだったよ。说那么多坏话，然后说真的是个很不错的人。のめり込むと周りが見えなくなって、毎日遅くまで熱心に仕事に打ち込んでいた。子供ができて少しは変わるかと思ったんだが、双葉が生まれてからも相変わらずだった。そんなでも双葉の面倒はちゃんと見ていたよ。そう、忙还是把双叶照顾得很好。仕事と子育て大変だ。だが女で一つで子供を育てるのはいろいろと大変だったのかもしれねえな。孩子的父亲呢？父親はいない。それはいや、いたんだろうが、俺にはわからん。あいつは一人で双葉を産んで、他还是帮人家养女哦。一人で育てたんだ。双葉のことは本当に可愛がってた。普通の仲のいい親子だったよ。だがあいつは双葉を残して突然いなくなっちまった。自殺？車道に飛び込んだんだ。双葉の目の前でな。我靠！太刺激了吧！そんなのショックどころじゃない。辛すぎんだろ。それでだ。不是光源氏计划？不是啊！啊，刚有说到。说到废人化的女儿，那就是说双叶的妈妈可能是因为废人化，然后就突然冲向车道自杀这样。初めは塞ぎ込んで、
一言も話してくれなかった。やっぱり自殺が尾を引いてて。 Of course。 俺から話しかけているとポツポツと口を開くようになってな。老板人最好耶。それで分かったんだ。あいつは母の死を全て自分のせいにしてるんだって。我会这样觉得啊。自分のせいってどうして。そこは喋ってくれない。事情を知りたかったが傷口をえぐるようなことはやめたよ。老爹難做人啊。それで数ヶ月前からだ。何もねえのに急に怯えたりするようになった。他还是见鬼了。声が聞こえる。母親が見ているってな。双叶见鬼了。幻覚や幻聴か。医者には。双葉が徹底的に拒んだ。往診してもらっても部屋に鍵かけやがる。最自闭那种尼特。それで閉じこもって、いわゆる引きこもりになっちまった。我也是家里蹲啊。家の外には一歩も出ねえし、誰とも顔を合わせようとしねえ。我倒是没那么严重啦。マスター。俺も部屋には絶対入れてもらえねえんだ。看他房间里面有什么奇奇怪怪的东西哟。結構重症だな。双葉はとにかくとても特殊な子なんだ。不会啊，在我看来，我觉得还蛮一般的。頭の回転が早すぎるというか、話も飛び飛びだったりしてな。有，刚刚觉得他很跳跃。自分の中でいろいろ完結しちまうらしい。俺には理解できないことも多いよ。そうだったんですね。そんなわけで他者を拒んだら、我应该知道。お前を家に入れるわけにもいかなくてな。就是我们不是要去找双叶吗？所以我们要进入双叶的殿堂吧。在这里就足够了。双葉に必要なのは何者にも脅かされない安心できる環境だ。だから俺はあいつが望まねえことはしねえ。あいつの嫌がることもしねえ。我们老爹人最好。って、それじゃダメだってことぐらいは分かっている。你有错呢。だが、我们需要双叶的力量。そんぐらいしかねえんだよ。这是你真正愿望吗？俺の本当の望みか。ありきたりだが、双葉には人並みに幸せになってほしいと思ってる。ま、そんなわけだ。真是感人。双葉のことはそっとしておいてやってくれねえか。这有点难。じゃあな、早く帰れよ。我一直真的觉得我们老爹走路超像 Michael Jackson。ずけずけと立ち入っちゃって悪いことした。虐待なんて絶対ねえな。那是不可能啊，我们老爹人最好了。欲しい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。自分じゃどうにもならないんだろう。改心で助かるのかな。助ければ。俺たちもメジエドに対抗できるか。可是问题是，我们庄叶怎么看，他也不是，他也没有什么奇怪的欲望扭曲，为什么我们可以进到他的殿堂？待てよ。そもそもパレスあんのか。对啊，我也是这么觉得。他只是普通。他只是普通的。サクラ双葉でいいのか。普通的尼特，为什么会有殿堂？哦，惊叹号。これは。あったぞ。不会有啊。悪人じゃなくてもパレスは存在するの？ねえ、モルガナ。モルガナは？さっきから見ないな。臭猫又跑。他还是留在那了。マスターに入ってそのまま？不愧是我们忍家ケイト。ぽいな。まあ平気だろう。猫だし。